皆さんこんにちは、ワンダフレグピシです。では今回は、ギレネはアクシズの脅威 V、レベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回、地上はすべてデラーズフリートから奪還しましたので、今回はですね、残っているコロニー、サイド6、サイド2、そしてサイド5と、この3つのサイドを攻略していきたいと思います。では早速時間を進めていきたいと思います。舞台の方なんですけども、主力はですね、相変わらずジム会なんですけども、一部はエース用にパワードジムや高機動型ジムに、アップグレードしているのと、あとですね、量産型ガンキャノンを今支援機として主に運用していたんですけども、これをジムキャノン2に変更しています。なのでよりアップデートがされているという状態になりますね。資源が提供されました。続いて特別作戦カンカン式、これを行いましょう。全部隊の士気向上プラス30。はい、カンカン式の準備を始めます。準備が整い次第実施しますので、しばらくお待ち。ではまずサイド5に侵入しました。ご覧の大部隊で進行していきますので、特に何も考えずに敵が集まっている中心部目指して進行していきます。確実に勝てる戦力用意できたというところだと思います。では部隊発進していきましょう。では敵の部隊ですね、削っていっています。このままいけば、ほぼ損害なくここサイド5も占領できるかなと思いますので、デラースがリックドームツバイに乗ってましたね。これも撃沈です。ではドライゼの無罪を撃沈してサイド5の奪還、これが完了しました。報告します。順調ですね。特別エリアの制圧に成功しな。続いてサイド6ですね。ここがちょっと連邦の方がモビルスーツの数が少ないので、しっかり戦術面も考えながらプレイの方が必要かなと思います。あとはどうだろう、パッと見ゲルググマリーネっぽいのが複数いるので、ユニットも強力そうなユニットになってますね。味方の方はどちらかというと支援機が多い編成になっているので、壁をしっかり作って支援機の攻撃戦で仕留めていくと、そういう戦い方ができれば、ユニット数で少し不利であってもですね、十分逆転はできるかなと思いますので頑張っていきましょう。壁になってもらうのはやっぱりアレックスとかになると思うので、しっかりアレックス2枚3枚と並べて支援機で仕留めていく、これをやっていきましょうね。おそらくこのサイド6が一番苦戦する可能性があるかなと思うので、しっかり戦っていこうというところなんですが、パッと見どうでしょう。ノイエジールらしき機影が見えますね。バルバロもいるな。ちょっとここは本当に気合を入れて頑張ってプレーをしていかないと、足を救われる可能性があるかなと今ひしひしと感じてますね。いや強そうだな、ここは。想定していた以上に強そうなので、ちゃんと壁を作って戦っていきましょう。アレックスにはライラさん乗せてますね。一刻も早く仕留めたいのはノイエジールが2機、あとバルバロが1機、パッと見で確認できているので、この2機ですね、これ早々に型をつけないと。しかもノイエジールにはガトーが乗っているか、これは苦戦しそうですね。この際バルバロを後回しにして被害が広がる前にガトーのノイエジール、これ先に撃沈しにかかりましょう。さあヤザンのアレックス、
だはは。ヤザンのアレックスでも一撃しか。これやっぱりガトを早く仕留めないとダメですね。ここが大苦戦ってなるとちょっと苦しくなってきますよね。ガトを仕留めないとこのままだと自利品っていうことに多分なるんじゃないかなと思うので、まあ、そういう状況はやっぱりできるだけね、起こしたくないっていうのもありますし、いやーこれきついな。こっちのノイエジールよりもあっちのノイエジールなんですよね。ここにいる新松永もまあ強いですよね。まず新松永撃沈してます。でこの後なんとかシーマノイエビッターもいるのか。これは強い精鋭部隊ですよね、さすがに。あとはガトですね。ガトヤザンが一撃死させられてるのがきついな。ここも一撃死させられそうだな。ガトーの支援攻撃が入るとなると一撃死するのは免れられないと思っておいた方が良さそうですね。ライラさんでも死ぬよな。いやガトー本当ちょっとなんとかしないと被害が広がるばっかりですね。いかんですが一度退却します。この戦力ガトー相手にちょっと戦える気がしないので、戦力を整えて、サイド6の攻略はやり直します。では再びサイド6に攻め込みます。今度はソロモンを攻略してもらった大部隊ですね、これを投入していきたいと思いますので、しっかり、ガトーのノイエジール含めて、撃破を行っていきたいと思います。では基地中心部に向けて、出撃していきましょう。まずここにいるノイエジールなんですけども、まあ、事務会で囲みました、まあ、エネルギー切れにはまだ時間がかかると思うんですけども、まあ、まともには戦わないと。でこちらにいるノイエジールもう一発当てられたら、攻撃を発してきたらエネルギー切れになると思いますので、エネルギー切れになるのを待ってから叩いていきます。じゃあノイエジール畳んでいきたいんですけども、ジムキャノン2がですねビームキャノンでした。なのでまあ主力になっていたジムキャノン2の攻撃はノイエジールに通らないっていうことでしたね。さあここはガトーです。このガトーを最後はエネルギー入れを誘って撃沈です。危険は回避されました。少し手こずりましたが、このサイド6まで無事に制圧しています。緊急事態です。ガンダム開発計画による試作2号機サイサリスが何者かに奪われました。この機体にはイベントが始まりましたね。一刻も早く取り戻さねばなりません。シラプス艦長とバニングのモビルスーツ隊に、まあ、ここはイベントそのまま続けちゃいましょう。はい、試作2号機奪還作戦を開始します。朗報をこれこのまま進めるとバニング隊が死にそうな気がするので、どっかでこのイベント切ってもいいかなって気もしますね。デビル将軍、ガンダム開発計画は試作3号機の完成をもって終了する予定でした。しかしこの計画で得られた研究成果は試作4号機の設計を可能にしました。この設計図を将軍にお譲りします。これでガンダム試作4号機も開発できるという状態になりそうですね。ガンダム試作4号機開発しましょう。これ楽しみですね。では続いてサイド2に進行します。連邦96、デラーズフリート26、まあ4倍ぐらいの兵力を投入してますので、ここも力押ししていきましょう。まあ、このまま敵の基地中心部に部隊進行していきます。
ガトーのノイジールの前に一撃死したヤザンなんですけども、これ今 GP03 に乗ってもらおうかなと思ってます。まあ、アレックスとはいえ、もうこの83年のスペック相手の敵、しかもガトーのノイエジールとなると、まあ一撃死させられるというのがよくわかりましたので、やっぱりね、ヤザンみたいな優秀なエースには最新鋭の機体を渡して乗ってもらえればいいのかなと思いますね。では、光線状態に入っています。ここも一撃目でできるだけね、敵にダメージ取っていきたいというところなので、一斉攻撃仕掛けていきましょう。まあ、主力になるのはもちろん、まあ、ガンダムタイプのものになるんですけども、今回、ジムキャノン2をだいぶ数多く投入しているので、まあ、支援攻撃で敵を、数を減らしていく。まあ、それによって味方の損害ができるだけ広がらないように、資金を温存できるように、資源を温存できるように、プレイをね、ちょっと今考えてやっています。こちらはファング2。ではこのまま敵部隊相当していきましょう。こちらはファング、はい、これでサイド2を奪還しています。報告します。これで茨のその暗礁中域以外すべて抑えたという状態になっています。報告します。ジャミトフ・ハイマンがスペースノイド狩りを目的とする組織ティターンズを結成しました。政府はティターンズの存在を認め、その活動を支援する方針を発表しています。ネビル将軍、現在の戦いにおいてニュータイプの軍事利用はなくてはならないものとなっています。ニュータイプ研究機関オーガスタ研究所の設立を提案します。ついにティターンズが設立されてしまいましたね。レビル将軍、デラーズフリートの戦力は低下し、本拠地イバラの園の攻略が可能です。イバラの園制圧作戦を提案します。はい、ではですね、今回はここまでにさせていただいて、次回イバラの園制圧作戦、これを行っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。